まあ、正直、勝ち点3を持って帰りたかったっていうのが、正直なところなんですけど、まあ、でも本当最低限の勝ち点1っていうのを持って帰ることができて、よかったのかなと思います。そうですね、やっぱもちろんその僕たちはそのピッチ外でのところもすごく大事になってくると思うので、食事だったり、休息だったりっていうところをしっかりやっていけたらいいなと思ってます。特に得点にすごいこだわってるわけではなくて、とにかくやっぱチームが勝つために、泥臭く、ボールを追いかけて、ゴール目指すってところを、愚直に、まあ、やってる結果が今はたまたま、ゴールっていう結果になってると思うんで、まあ、これは続けていければいいかなというふうに思ってます。まあ、ネルシーニョ監督をもとに、みんなが意識を一つにやってるチームだなっていうふうには思います。まあ、去年も自分はやってるので、その雰囲気っていうのはすごく分かってるつもりです。まあ、あとはやっぱ人に厳しく来るチームですし、今はすごく前線に、マオだったりサビオだったりっていうのが、すごく攻撃での違いを見せてると思うので、まあ、そういう後ろはしっかり固く、前はアグレッシブにっていうイメージですね。いや、もちろん自分はレイソルで、育った選手の一人ですし、また、まあ、レイソルのトップ選手としても、2年間戦わせてもらったクラブなので、すごく思い入れっていうのは、強いクラブです。まあ、でも、自分が、まあ、相手チームにはなりますけど、その試合で戦っている姿を少しでも見て、まあ、感動だったり、与えられる選手になりたいと思っているので、まあ、そういうところを見てもらいたいとは思っています。そうですね、本当に今上位争いしてて、勝ち点差もすごく詰まっているシーズンだと思うんで、勝ち点3が本当に必要な戦いになってくると思います。なので、まあ、選手たちはもちろん100% で戦わないとはいけないと思いますけど、まあ、でもサポーターの皆さん、来てくれる方もそうですし、ダゾーンで応援してくれる方も、全ての、ファンサポーターの皆さんと、一緒に戦うことができれば、勝ち点3も持って帰ってくることができると思うので、一緒に戦ってほしいと思います。Thank you.